どうも、マルベリです。どうも、ホットマンです。報酬のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。いきましょう。さあ、ということでホットマンさん、はいよ。さっきほどね、今日はもう2本撮りでございますよ、うん、久しぶりのさ、もうダブル撮りダブル撮り、どん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 ね、はい、こう口回ってきたよ。あー、もう今ろれつ絶好調ですか。絶好調だね。あ、今日噛みませんもういきなりフラグ立てやがったなまあ今日はね、あのホットマンさんが久しぶりに遅めの夏休みから戻ってきたということで、まず1本あのホットマンさんの2周年ガチャの結果動画ね、収録してたんですよね、はい、今それ最初に出すのかな。そうですね、そっち最初に出す感じですね。皆さん、紙引き動画ですから。紙引き動画、まあ出した後の動画だからね、紙引きかどうかもみんな分かってる状態ですけどね。そうかそうかそうまあちょっと今回の動画はですね、まあ久しぶりのホットマンさんとの収録っていうこともあって、2本撮りして、まあゆっくりまったりやっていこうっていう動画で、ちょっとね、ここずっと2周年のガチャとかさ、それの装備レビューとか、はい、新装備の情報とかさ、はい、やってたんですけど、うん、一本まったり挟みましょうよっていう、感じなんですけど、ちゃんと意味のある内容でございますね。はいはい、お知らせ休め的なんだけども、うん、メインディッシュみたいなもんってことね。まあ要は内容としては、うん、あの最初に言っちゃうと、この2周年のご挨拶の話のみの動画になりますはいはい、ホットマンさんがその遅めの夏休みで2周年の当日15日ちょっといなくてね。そうですね。で、生放送、うん、0時から実際に来てすぐやったんですよ、うん、1本目にさっき収録したそのガチャ動画の方でも言ったんですけど、すごい多くの人が来ていただいてね、その中でこの周年の挨拶をね、ちょっと読んでみますかみたいなくだりもあったんですけど、はい、まあちょっとね、やりながら、なんでこれをもう一回やるのかもね、ちょっと話しながら、うんこう、もうここだけですから、今回は。ただ、この中で結構重要な話があるんですよ。はいはい。で、それをちょっと考察も含めてっていう感じになるんですけど、もっとまずは面白おかしくね、やっていきたいなという感じでございまして、行きましょう。行きましょう。いつも星のドラゴンクエストを遊んでいただきまして、誠にありがとうございますと。いやいや、いいっすよ、いいっすよ。うん、プロデューサーの丸村でございます。はい。いや、はいじゃねえだろ流すとこかい市村さんだろ早いもので2017年10月15日をもって星ドラ2周年を迎えることができましたと、はい、これも日頃より応援していただいているマルベリチャンネル様のおかげでございますと。誰がマルベリって書いてんよってこれ生放送で同じくだりやりましたからねやったのが2回目か2回目でございます重ねて感謝申し上げます。正直もう2年も経ったのというくらい、本当ね、あっという間でございましたが、はい、過去1年を振り返ってみても、大々コラボやみんなで大決戦など大きなイベントの実装もしながら、比較的安定した運営ができるようになってきたのではないかと思っておりますということで、はい、まあ、アップデート後にね、ちょっと不具合でメンテナンス休憩入ってしまうとか、はい、いうことはもう最近、ここ最近はないですもんね。そうだね、うん、ということですけど、まだまだ改良の余地はありますし、さらに前を進んでいかないといけませんが、運営スタッフはとてもモチベーション高く取り組んでいますし、はい、関係者の心強いご支援、はい、あ、関係者、うん、マルベリチャンネルのことですかね。間違いないなこれをね、生放送で私こういうボケをしてたんですけど、うん、こういう感じのホットマンさんの入り方をして、ちょっと面白おかしくできればと思ってたんですけど、はい、どうも一人でやってたからさ、うまくいかなくて。いや、こうやって話してないとツッコミもね、うん、そうそうそう、やっぱね、コメントじゃタイムラグあるからね、うん、いや、だからやりきれないから、もう一回同じことやってやろうっていうので今やってるんですよとてもモチベーション高く取り組んでまして、関係者で引き続き応援いただければと思いますと。さて、2周年も盛大に盛り上げていきたいと思っております。すでに始まっている星ドラ2周年感謝キャンペーンをはじめ、お客様に喜んでいただけるプログラムが盛りだくさんです。ご要望も多く、長らくお待たせしました新しい錬金、王者と賢者が覚醒しますと。で、王者覚醒に伴い揃いの伝説の装備も新登場ということで、これ光装備のことですね。はいはいはい。そして黄金竜の防具も追加されます。特にブーメランは衝撃だと思います、はい、ほぼ生き物ですからね。今後も武器種の固定概念にとらわれず、ユニークなものを登場させていきたいと考えておりますので、楽しみにしていてください。詳しくは各お知らせをご覧ください。はい、今後の予定ですがということで、はい、まあ、ここら辺からがね、この動画で改めてちゃんと確認しておきたかったところですが、はい、この1周年のご挨拶の時に予告していたということでね、メインストーリーシーズン2と戦いの記録、うん、そして新職業が上級職2種追加されるということが、うん、はいはい、まあ、あのこれ動画で言ってたことなんですけど、はい、注目ポイントとしては、まあ、メインストーリーシーズン2と新職業追加のところですよね。そうだね、うん、で伸びに伸びてしまったバージョン2、本当に申し訳ございませんと。内部的に作り続けているもの、はい、内容の見直しやクオリティのアップに時間かかってしまって、やっとお見せできる段階になってきたので、うん、年内にはバージョンアップできると考えておりますということなんで、今から取り組むやつだなこれ。まあ今から取り込むというか、もう取り組んでたんだよこれ。だって年内なんだから、今からやったって間に合わねえでしょ
そうかそうか、うん、だからもう10月ですから、11月12月とあと2ヶ月しかございませんので、うん、まあここ 1,2 ヶ月内でバージョン2メインストーリーシーズン2追加というところが出てくると、はいはいはい、いう感じでございますね。メインストーリー追加に伴いマップ画面が大幅にリニューアルされますと。おうおうおう、星丸ごと大冒険から宇宙丸ごと大冒険に舞台が広がるイメージですってことなんですよね。ほうほうほう、だから現状のマップだとまあ要はブルリア星ね、うん、そうだね、うん、ブルリア星をくるくる回して、まあ、その後ろに月だと思われていたのが実はんだったみたいな、うん、まあ一応ストーリーネタバレになっちゃうんでんだったみたいなやつと、あと太陽とかが見えてたりしてたんですけど、うん、まあ今度は宇宙丸ごとなんで、おそらくブルリア星以外の星みたいなのがこういっぱい出てくんじゃないか、うん、あなるほどね、うん、だからこうなんて言うんだろう、画面をさスライドしたら今ブルリア星をくるくる回してたけどさ、うん、今度は別の星みたいな、うん、タップしたら別の星に行けるみたいな感じだ、うん、でそこでもまたストーリーが繰り広げられていくみたいな。えマジついに来んの、マルベリ星来るの。マルベリ星ここでついに登場しますかね。うわ、え言われてる言われてる。いやちょっとそこはねまだねあの発表できないところなんですけど、うん、ないな。まあ、そういう宇宙丸ごと大冒険っていうねイメージになっていくということでございまして、はいはいはい、そして新職業は星ドラのオリジナル職業ですっていうふうにここに情報がありまして、ってことは今までのこうゲームタイトルではない、はい、もう本当に星ドラのオンリーのオリジナルのオンリーのオリジナルでございますね。オンリーのオリジナル職業だね。オジリナルな職業が来るということで、もしこう、うん、星ドラのバトルシステムだからこそ面白くなる新スキルを用意していますので、こちらも楽しみにしてくださいってことなんですよね。これちょっと予想しようぜ。いやこれ結構むずいよ。これもう分かったかもしれない。分かった言っていい最初に。じゃあ聞きますよ。宇宙飛行士とかでしょ。絶対それ生放送でも一応ねあのリスナーさんと予想して予想しようって言ってねやってたんだけどね、出てたわ、うん、宇宙飛行士。すぐさま出てたやつ、これもしかして。なんか新発見したみたいな、我こそはみたいな、私だからこその発想みたいな感じで言ったけどさ、もうすんげえ一般的な誰でも考えつきそうなやつ出てきたね。あそうかそうか。いやだからまあなんだろう、現状さ、まあ星ドラオリジナルってことはさ、はい、さっきホトマンさんが言ってた通り、あの、うん、過去に出てきてない職業、そうだよね、うん、っていうことで、まあって言ってもさ、現状その星ドラに実装されている職業、見習い冒険者、戦士、はい、魔法使い、僧侶、舞踏家、うん、船乗り、踊り子、うん、レンジャー、うん、8が基本職と、はいはい、でバトマス、パラディン、賢者、魔法戦士、海賊、魔物マスター、スーパースターで、さらに7種上級職、はいはい、って感じなんですよね。なるほど。で過去にドラクエシリーズで来てた職業で星ドラにないやつが商人。おー、はいはい、これはドラクエ3ですね、はいはいはい、3のみだったんじゃないかなっていうね。トルネコ、いやトルネコはドラクエ4からなんで。あそうかそうか、職業として商人っていうのがあったんですよ、うん、それと遊び人、はいはい、あったね。これドラクエ3とか6でもあったんですかね、うんうん、あと盗賊。盗賊ね、うん、盗賊は結構いろんなシリーズにありましたね。あったね。あとは吟遊詩人。あったね。これはドラクエ7なんですよ。あと羊飼いとかね。ああはいはい。あと笑わせ師とか、ここら辺もドラクエ7のみなんですよね。はいはい。あとは最新のドラクエ9とか10で旅芸人っていうのも追加されてたらしいんですよ。ああなるほど。ただここら辺は基本職扱いみたいなね。そうだね。これは星ドラに今現状実装されてないと。はい、はい、でまあ今回は上級職2職ってことなんで、そこら辺はまあ一旦省いて、あそっかそっか、上級職が2職追加されるのか。上級職が2職追加されるっていうことで、ちょっとお知らせもう一度戻りましょう、うん、でそもそも星ドラで実装されてる基本職の一つのレンジャーは、うん、まあ、過去作とかでは結構上級職扱いだったりとかっていうのもあったんですよね。はいはい、うん、でなんかこう最上級職扱いのものもあるので、うん、なかなか難しいんですよね。シリーズによって上級職扱い的な感じで出てるけど、うん、ものによっては最上級職扱いみたいなさ。あなるほどね。例えば天地雷鳴士とかね、はいはい、あとゴッドハンドとか、はいはい、あと勇者とかね。勇者ね、うん、ここら辺もあるんでなかなか難しいんですけど、うん、まあ、どっちにしろ勇者、魔物ハンターっていうのもあったのかな、はいはい、あとゴッドハンド、天地雷鳴士、うん、あとドラクエ10で道具使いっていうのもあったみたいですけど、うん、ここら辺は星ドラにない上級職って感じなんですが、はいはい、星ドラオリジナルってことなのでここら辺がないんですよね。この勇者とかゴッドハンドとか天地雷鳴士とかでは絶対にないと、はい、まあ、しかも来るとしたら最上級職で星ドラ上では来るはずですから、はい、全く違うもんなんですよここら辺と。なるほど。
じゃあ何だと。あるの？あるの？予想。いやだからさ、まあここに書いてる星空のバトルシステムだからこそ面白くなる新スキルっていうのを用意してるらしいんですよね。はいはい。で星空のバトルシステムだからこそっていうことを考えると、そのスロットをこう動かして、そうだよね、うん、プレイするというかね、戦闘を行うのが特徴的なところでございますから、うん、まあ、それをこう面白くっていう風にするとね、うん、まあ、やっぱりルーレット的なものがこう思い浮かんでしまいますよね。やっぱりそうだよな。やっぱり俺と多分同じだわ思ってんの。やっぱりってどういうことだよ。じゃあ聞きましょうか。今言っちゃうよ、うん、どうぞどうぞ。占い師、占い師的なね、うん、うん、どういうあれですか占い師は。まずさ、もうこの星ドラっていうスターでしょ、星でしょ、はいはいはい、そもそもが、はい、一昔前にあったじゃないですか星占い的な、うん、うん、六星丸術だかなんだかっていう、あの細丸先生があの出してたあの細丸細丸先生がそれ以上はね、あの控えておいた方がいいと思いますけど、うん、はいはいはい、っていうので星占い的な感じで、うん、はいはい、占い師っていう職業が出てきて、うん、でスロットルも、うん、なんかこう占いでこう、例えばさっき使ったばっかりのやつが急にプリンって溜まってすぐ使えたりとかさ、そういうまあ全部のスロットに対して影響するんではなくて、おそらくは職業スキルみたいなね、うん、海賊だったら船歌とか、はいはい、うん、そういう、はあはあはあ、はあ、うん、職業スキルの一部で、まあ、面白みのある新スキルっていうのが実装された職業っていう風に考えると、うん、まあ、パルプンテという呪文ね、ドラクエでは有名なのあるじゃないですか。ありますね。で、うん、パルプンテの実装とか結構リクエストが多分多かったと思うんですよ、うん、あのリスナーさんからいろいろ話聞く中で、どんな呪文、うん、星ドラで、まあ、まだドラクエシリーズで来てない呪文実装されたら面白いですかとかってよくね、はい、放送内である質問なんですけど、まあ、結構パルプンテ上がるんですよね、うん、なるほどね。だから運営さんの方にも結構パルプンテの要望みたいなのはあると思うんですよ。はい。で、まあ一応ね、現状その星ドラの中でパルプンテ的な要素のものってあったっちゃあったんですけど、種類としてはこう少なかったんですよ。2、3個の中でどれかランダムに発動するみたいなね。はいはいはい。うん、なんだけど、まあ占い師なのかどうかは分かんないですけど、うん、要はその職業スキルが、要はハテナマークみたいな職業スキル、要はパルプンテを持った、はいはい、上級職みたいなのが出てきて、うん、まあ、そこをタップするとどういうルールになるかは分かんないですけど、うん、まあ、例えばですけどパーティー内で4人入るじゃないですか、メンバーが入るね。その4人の中の誰かのスキルが実行される、うん、はあ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 、うん、だから自分がベホマラ持ってないとするじゃないですか、うん、なんだけど 2P の人がベホマラ持ってると、うん、でパルプンテを実行することでその 2P の人のベホマラーが 1P も使えるようになると、うん、まあその1回だけですけどね、はいはいはい、ルーレット方式みたいな感じで、うん、いうようなことなのか、まあ、スロット、そんなのがあったらもうまた動画の作りがいありますねいや分かんないですよ、全く分かんないですけど、うん、そのバトルシステムっていうところで言うとスロットじゃないですか、キーワード的に言うと。そうだね。でスロットルってなるとルーレット的なものがね連想されるから、うん、まあ、そういうなんかギャンブル的なね、まあでも遊び人に近くなっちゃうからね、職業的にはね。上級職って感じがしないんだよね、占い師だったらね、まあ、でもどうなんだろう、まあ確かに占い師って言ったら基本職な感じがするよね。しちゃうんだよね、うん、だからあれだよ、陰陽師とか、はい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 、はい、うん、と陰陽師説、新職業、陰陽師説ちょっと匂うね、うん、今回2周年で追加されたこのさ黄金竜の使い、まあ、要は動物的なものでさ、ちょっと前振りこのご挨拶のところにもあったけど ね、うん、特にブーメランは衝撃的でほぼ生き物ですからねと。で今後も武器種の固定概念にとらわれずにユニークなものをって言ってるじゃない。言ってるね。ってことはなんかその現状追加された装備の中にヒントが隠されてるっていうことも考えられなくはないんだよね。なんか天候を司るとかさ、なんか攻撃呪文系を使うのかどうなのか分かんないけど、うん、に絡む職業なのかなっていうふうに思うんだよね。あー、攻撃呪文を絡めた感じのね、うん、まあ、物理系ではなさそうな気がする。はいはい。ってなるとさ、やっぱ陰陽師説相当強くないいや近いと思うんだ、うんうん、あのそれこそ三国志で言ったら諸葛亮孔明みたいなさ、いろいろ話した結果マルベリチャンネルの予想は陰陽師とそれでいきましょう。陰陽師説、オリジナル職業陰陽師が実装されるかもしれません。
ということで、長くなりましたが、本当に長くなってまいりましたが、星ドラ2周年目いっぱい楽しんでいただければと。で、なるべく早くバージョン2をお届けするのと、はい、ここですね、復刻のご要望がとにかく寄せられているあのコラボもプラスアルファして復刻できるように準備しておりますと。ほうほう、ここ二重線引いとかないとね。まあ二重線ですね。で、これもまあ一応ね、最初の方にさ、大々コラボと、うん、みんなで大決戦など大きなイベントも実装しながらとかって一応ここにね、うん、あえて大きいイベントの中に大々とレイドイベントを入れてきたってぐらいですから、うん、まあご要望の多かった復刻となると大々コラボがやっぱり頭に浮かびますよね、うん、やっぱここはねもうギガストラッシュがまたね取り返していっぱいいるもんね、うん、っていうこともあってですね、まあガチャも合わせて復刻ガチャとかも来そうですけど、はい、まあ、そうなるとちょっとね不安要素としては、うん、大々コラボ装備の錬金、はいはい、なんていうのもゼロ可能性としてはねゼロではないよね、かなりあるんじゃないの、うん、だから今さ王者剣が攻撃エース詰めるってなってさ神魔合流剣使えんじゃんつって、はい、神魔合流剣砕いた人とかさ大々コラボ復刻で神魔合流剣錬金なんて来たらちょっとね砕いたみたいなねまた荒れそうな感じはありますけどいやいやいやあるなある可能性あるないやまあどうなるか分かんないですけどね可能性としては私的にはちょっと薄めかなとは思ってるんですよね復刻だけでも結構異例の処置ですからでもっとたくさんの新企画も用意していますがまだ伸びちゃうかもしれないので今回はこれくらいにしてまた良きタイミングで情報を出していきたいと思いますということでもう随時ね企画はどんどん進んでるようでございまして、はい、またね2周年での今回イベントはなかったんでなんかイベントとかもね、はい、期待できるのかもしれませんねはいということで運営チーム一同これからも全力で盛り上げていきますガンガン行こうぜこれからも応援よろしくお願いします星のドラゴンクエストプロデューサー丸村はいちょっと早めに突っ込んだけどもう丸村ベリ太郎ということでねはい、はい、ということで2周年の恒例噛んじゃったわベリタモってお前タモさんじゃねえんだということで2周年のご挨拶も含めて今回はちょっとホットマンさんとね、はい、面白おかしくこの2周年お知らせの書かれてたちょっと重要な内容をね予想も含めて考察しながら、まあ、久しぶりだったっていうこともあってねでもまあいろいろこう考えれる節が出てきたねまあそうですね、うん、いうこともあったんですけどお互い1週間ぐらいこう合わせて収録とかしてなかったからさ、うんうんうんまあ、久しぶりにこうやり取りこのフラストレーション溜まってたのをこうパーンとね、うんうん、は発散させるぶちまけた感じぶちまけた形でリスナーさんの中でもねホットマンさんの帰りを待ってた方もいらっしゃると思いますんで、はい、ただいまいや俺ちょっとだけね、うん、ちょっとだけあの旅行に行ってただけだから、ね、そうなんだよねうん、すごい久しぶり感も出てんだけどさ、うん、いやでも丸々1週間ね動画でも声も聞いてないし、ね、あの音さらもなかったですけどマルベリー1週間こうないもんねマルベリー1週間開けるってことはねまあないですもんねうん、うん、でその一番ちょっと待ってマルベリーのことに関してはあの丸々とちょっとかけてんだけどそこに対しては何もないのあ全然もう気づいてなかったさそれまあそうでどうだったんですか旅行の方はゆっくりねこうはいYouTube のこと考えれてね。おう、うん、よかったわ。なんか考えたんですか？いや、いろいろね、やっぱ出てくるもんだね。ああいう、なんていうのかな、いつもと違う場所に行ったらアイディアっていうのがポン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 。いや、それ、もしそうだったらさ、今日収録する前に何回か電話もして、その後、うん、ね、収録する前にもちょっと話す時間あったんで、そこでなんでその話が出てこないんですか？いや、ごめん、作った、今。まあ、久しぶりのホットマンさん節というところでございますね、はい、ということで今回は2周年のお知らせから今後の星ドラのアップデートであったりね、はい、見えてきたところ、まあ、まだ動画で言ってなかった部分ということもあって、ホットマンさんとゆっくりまったりねやってまいりました、はいはい、ということで今回の動画はここまででございます最後までご視聴いただきありがとうございましたまたお会いしましょうせーのバイバーイ、バイバーイ。